酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、僕ビール、ビールです。君ビールです。なんじゃこれ。これはローソンで売ってました。どこでもローソンだったら売ってるんじゃないかな。ハッとする香り、これが僕らのビール。時代は変わる、ビールは変わらない、なんてことはない。今日この時から僕らの生活に色を加える、新しいビール体験が始まる。ビアスタイルセゾン。新鮮な若い果実のようなアロマ。そしてキリリと効いたホップの苦味。イメージを変えるセゾンスタイルのビール。まあ、これはいわゆる、なんだっけ。ヨナヨナエールの会社ですね。長野県の株式会社ヤッホーブルーイングという有名な会社です。アルコール度数が 5%。原材料が大麦麦芽と小麦が麦芽とホップ。はあ、これ珍しいね。麦芽とホップじゃなくて、大麦麦芽と小麦麦芽とホップ。本製品は旨味豊かなコクを大事にしています。稀に旨味成分による褐色の沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ありません。本来の風味を楽しんでいただくため、冷暗所に保管し、保存し、早めにご賞味ください。本製品は一部小麦麦芽を使用しています。つまり、新しいスタイルのセゾンというスタイルビールとなってます。今日のつまみはじゃーん。唐揚げくんの餃子の王将の餃子味。ローソンで買ってみました。値段がこれ280円ぐらいしたね。めっちゃ高いです。あ、すげえ。これはすごい。あ、この香りはすごい。あ、これあれだわ。よくあるパターンの柑橘系の香りがすごい。すごいするタイプのビールだ。乾杯。うわ。そしてこの苦味。ん?苦い。ああ。やっぱ、ヨナヨナエールっぽい感じではあるけど、柑橘系の香りがすごいね。で、苦い。あ、これは苦いけど、後引く苦さではないな。やっぱこの会社のビールって大体苦いよ。うん。ただ、これ特徴的なのは、香りも特徴的なんだけど、これあれだな。苦味がね、バッと来て、スッと下がっていく。うん。一瞬にして消えていくタイプ。珍しい。でですね、このビールを見たときに、これ僕ビール、君ビールというね、ビールなんですけど、タイトルね、名前がね。これね、昔ですね、まあ、2チャンネルのまとめサイトにあった、笑えるサイト、コピペみたいな、コピペじゃないんだけど、ね、のがあるんですけど、どういうものがあるかっていうと、僕魚、昨日海、今日はかまぼこ。というね。僕魚、昨日海、今日はかまぼこ。これですね。ヤイズっていうなんか、会社の、トラックに書いてある。僕魚、昨日海、今日はかまぼこ。悲しくなるよ。なんか。これは、もともとこれあれなんです
いかにこの新鮮であることのその、証明みたいな。すぐに、こう、昨日魚だったんだけど、昨日海にいたんだけど、もう次の日にはかまぼこになってるみたいな。そういう新鮮さを表す、あの、会社のこれあれなんでしょうけど。非常に悲しい。さかなクンかわいそっす、みたいな感じですね。ビール自体は、これはまあ、結構美味しいは美味しいけど、微妙。微妙ってことでもねえけど。苦い、確かに。で、なんか夏に飲むにしてはちょっと苦すぎる。かなり苦めです、これ。普通のビールに比べると、いかにこの、苦いかわかる。このビールが、いかにこう、このヤッホーブルーイングが本当に苦い。ヤッホーブルーイング。この会社本当にやけに苦いのを出すね。とにかくほとんどのビールが多分苦い。前飲んだインドの青鬼も苦かったし、ぶっちゃけなのに夜な夜なエールはむちゃくちゃ苦いし、異常な苦さがあるよね。全体的にね。多分この会社は基本的に苦味を、ね、売りにしてんでしょうけど。で、このサイトに行ったんですけど、商品一覧に載ってないんだよね。この、僕ビール、君ビール。どうなっとるんだ。僕ビール。僕ビール、君ビールか。Google のめんどくせえな。あれ、出てきた。僕ビール、君ビール。2015年の4月の21日。全国のローソンで限定販売だって。だそうですよ。香りがね、もうとにかくね、柑橘系の香り。そして、ね、苦いと思ったらすぐ消えた。ビールです。で、俺は多分、ここまで苦いと、ここまで苦いっていうほども苦くもないんだけど、結構苦いんで、苦すぎるのはちょっと厳しい。あんまり。それなりに苦いのはいいんだけど、ちょっとこれそれなりの域を超えてる苦さなんで、ちょっと苦い。苦い。確かにね、苦いのもいいんですけどね。ただ苦いのって大体ね、そんなに飲めないんですよ。一本飲んで、あ、十分って感じ。なんで、ね、いわゆる少量向けのビールっていうか。先ほど飲んだバドワイザーに比べると、はるかに苦さがほんと天と地ほどの差があるんで、あんまり、確かにバドワイザーもそんなでもないけど、これもそんなでもないかな。香りもね、やっぱ柑橘系の香りがね、非常に強いんで、なんかこう夏に飲むっていうのではないかなと。
ちょっとあれですね。夏向けではない。僕ビール、君ビールが売れすぎて入手困難に、だって。嘘つけ。2014年のこれ記事ですね。2014年の11月の記事ですけど。未だにこれその時にも売ってたのか。個人的にはあんまりそこまで好きなビールではない。でですね。まあ、いいか。ムーミンは関係ない話します。ムーミンは全裸なのになんで泳ぐときに水着を着るのか問題。確かにこれおかしいよな。普段全裸なのに海に入るときだけ水着に着替えるとか変態だろ。確かにこれおかしいな。まあ、あと似たようなのとしてなんかなんだっけな、かわいい、なんだっけ、俺かわいいなと思ったキャラがいたんですよ。あれ誰だっけ、ムーミンみたいなさ、そういう系のさ、あれなんつったっけな、ディズニーキャラじゃないけど、あれなんだ、あ、シナモンっていうキャラいるじゃないですか。あの子、あれ可愛いんですけど、あれにもちょっとこういう類の問題が、シナモンロールだっけ、シナモンロールの、ツイッターになんか、シナモンっていうキャラクターのなんかツイッターに、がなんかすごい荒らされたとかなんとか。ね。いう、あれ問題ありましたけどね。あれちょっとかわいそうだよね。シナモンかわいいよね。サンリオのキャラクター、サンリオのキャラクターのシナモンね。これ可愛いよね、めっちゃ。めっちゃ可愛いと思うんだけど。舐め回したいぐらい可愛い。で、いじめがひどいということで、だいぶ昔、まあ、前ですけど。なんで肉がウインナーとベーコンしかないんで死ねとかね。裸に帽子ってどんな性癖してんのとか。お前友達と離れてとか、ぼっちじゃねえか。はね。シナモンがお疲れ様、おやつの時間だよ、と挨拶したら、たったそれだけのつぶやきにもかかわらず、こっちは授業中だよ、食中毒で死ね、とか、てめえにそんなもんあるわけねえだ、土食って死ね、とか、敬語使い張り倒すぞ、お前は、俺たちより目下なんだからな、とかね。ひどいよ、なんか。さすが。なんじゃそりゃ。どんだけお前らストレス溜まってんだよっていう。お前ら、こんなツイッターのね、いわゆるボットみたいなやつをいじめてなんか楽しいのかなという感じなんですけど、本当に。アホかと。シナモンかわいいよ。シナモンなんか、この子女の子なのかな？かわいいよね。ペロペロしたいんだけど。ペロペロしたいぐらいかわいいんだけど、こいつ。なかなかね、中毒性のある顔してる。顔っていうか、
キャラクターだよね。ちょっと。ちょっとこう、母性を揺すぐられるよね。なんかね。母性を、まさぐられるレベル、可愛さ。があるよね。確かに、これは。しかも、むちゃくちゃこれ、フォロワーが20万もフォロワーいるんだけど。むちゃくちゃフォロワーいるな、これ。可愛いからフォローしとこう。はい。ということで、僕ビール、君ビールは、俺あんまり好きじゃない。あんまり好きじゃないので、バドワイザーよくあんまり好きじゃないですね。うん。コク。甘みはない。香りは強いですね。これだったらまだバドワイザーの方が好きだな。うん。3152です。ご視聴ありがとうございました。